物理で全てを解決していく幼女令嬢。やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中。第3話の反応集&感想どうぞ。開幕回想、しっかりテイストを変えてくる。前世の部下との話。頭へごちん。お前ら仲良くしろ。チューするかと思った。カミラとジーク見て泣くじる。ひえ。素手で引きちぎったが。手錠はパワーで壊せる。素手で手錠壊してる。パワーすぎるだろ。もう物理で無双してるよ。早いよ。マーフで放り投げたり砲弾止めたしな。そのくらい楽勝か。ずいぶんハードボイルドなこと言うじゃん。スフィア嬢とジルちゃんの身長差も得る。子供に戻ってるのにこの場にいる中でジルが一番かっこいい。あんな腕力見せられたら従うしかないやろ。こちらが問題のオープニングです。追いかけっこオープニング映像かなり変で正直すごい好き。スコンダンス来た。このシスコンダンスなんだんだよ。やっぱりシスコンメガネが目立ちすぎたよこのオープニング。オープニングだけだとメガネ王大使が愉快な人に見えちゃうよ。タイトルロゴに見せかけた制作委員会がドン。サブタイトルからして物理で無双するって書いてあって笑う。またヘルメットかぶったままタバコをたしなむ兵士。ジルって女の子の手引き。その子今そこにいるよ。本人の目の前で言うなよ。失態を北方指南のせいにしつつ最終的に陛下にまでダメージを与えようということですか。なんともひどい話だ。なかなか謀略のクオリティが高いな。見張りをしていた見張りさん。見張り本名なのかよ。なんでジルの服かぶってんの。ネーミングセンスがダサすぎる。キャラ名つけるのめんどくさがったやろ。お父様の裏切り者を。幻聴。お気づきになりましたか。いかにも悪い顔なお父様ですね。娘を犠牲にしたマッチポンプ騒動。お貴族様でも娘犠牲にしてでもやるのか。普通。スフィア嬢いい人すぎるよ。気丈に振る舞ってるな。震えてるじゃねえか。この世界の少女はみんな勇敢だな。さっきから言ってる密偵の女の子はすぐそばにいますが。このままだとスフィアは消されてしまう。そういえばそんな話だったな。こうしてタイムリープ前に起きた不可解な事件の真相がわかるのか。正体バレきた。カミングアウト。泥棒猫ちゃん本特さ。泥棒猫ちゃんで覚えられてるの最高に面白い。泥棒猫ちゃんの一言でキャラがなんとなくわかるってうまい。その服の上に服を着ていたのか。実質幼女戦記では。ジルの前世はターニャか。なんなんだこのスピード感。やばい。何がなるほどかは全然わからんけど勢いが出てきた。わざとパパを告発するしかねえ。まあその要求は必要だよな。心優しい少女には酷な話。そこは告発一よでしょスフィアちゃん。先に腕力見せつけちゃったから従うしかないね。陛下の嫁になったジルの嫁にスフィアがなればいいんだよ。泥棒猫ちゃん呼びしてるのもそういうわけか。私みたいな子供に恋愛感情を抱いていたら問題では。はい。恋愛感情があるから問題なのでは。恋をする予定がないなんてハディス様が聞いたら。一筋汁かっこよすぎ。騎士道精神すごすぎる。ちゃんとハディスのこと信頼してるのいい。一方ハディスさんアンドラーベ、ヘボヘボしてきたな。ドラって言ってほしい。公爵すでに積んでて草。もう見せしめしか使い道はない。スフィア嬢を切り捨てるつもりですか。お、ダンスで離れってやつだな。対極的に見ればスフィアちゃんはここで母体嬢がありがたいのか。ロリコンだから劣化した女に厳しい。しっかり怖いじゃん陛下。ここらへん前世通り冷酷なのよね。ものすごく冷静な判断だ。お前を信じろ俺を信じろ。これは軍神令嬢だわ。親父を告発するでやんす。言えたじゃねえか。ジルさん×スフィアさん、ありですね。これスフィアちゃん惚れちゃうんじゃない。見張りから案内役にくら替えした見張りさん。案内ならもう名前も案内にしろ。壁を破ります。物理素手で壁を。ゴリラパワー禁じられた力。兵士まで巻き添えに。たまたま壁に背を預けていた兵士さん不憫。パワープレイが過ぎるんだわ。さすが戦闘民族ジル、サーベル。やはり暴力は全てを解決する。
最後のガラスをぶち破れ。ガラスぶち破るジルちゃん、もはやウパ様。絵面がめちゃくちゃで笑う。物理で無双してるわ。銃弾を素手で受け止めた。銃を素手で止める軽養女だった。こいつ一人でクーデターを起こせるだろう。あの力で殴られたら死ぬんじゃなかろうか。これもドラゴンボールだろう。もうジル様一人でいいんじゃないかな。兜つけたまま拘束されてるのおもろい。ジルがシンプル強すぎる。演説パート始まった。さすがに週目のやつは言うことが違う。目書き忘れてますよ。正体不明の幼女だけどなんか強いしカリスマもあるからついていきます。やばすぎるスピードで隊長になった。舞台を掌握するまでの勢いすごすぎて笑った。ただやられてばかりのウジ虫じゃねえんだぞ。めちゃくちゃかっこいいロリだ。いくらなんでもイケ女すぎるな。軍神設定活かしてるな。巻き戻っても才能は消えないってことか。圧倒的なカリスマだわ。ジルさんの強さを知るとなんで前世でやられたんだろうってなるな。お料理タイム来た。ロリコンクッキング。この状況で料理ですか。動けないからってお菓子作りするやつがあるか。お菓子作ってる場合かよ。嫁がすごすぎる。ラーベ様のハイテンション饒舌に共感しかない。言葉で説明されても理解できないわな。ガヤドラゴン。キャベツしていたの。聖戦士についてる妖精みたいだな。勝手に応援してキレられる。邪魔者扱いされたドラね。役に立たない竜人ね。好きな〇〇発表ドラゴン。久々に見たてヘペロ。単に可愛いだけの竜。損害額一杯円。ベイル公爵から絞り取る意味深。誰も見捨てない選択。みんなに嫌われない選択肢。そういうのもあるのか。護衛という名の隔離。邪魔してんじゃねえぞ。今日はタルト作ってるのね。親方、空から女の子が。当然のように飛行しとる。普通にジルさん一人で殲滅できそうじゃない。やっと敵将が出てきてくれました。三下っぽい顔だ。ヒューゴさん良い声だな。聖堂が焼かれるぞ。密偵のメスガキを引き渡せばおとなしく撤退したるぜ。司祭っぽいやつが裏切るのかな。なんかピンチ風の空気出してますけど、ジル隊長が負ける気がしない。ジルがめちゃめちゃ強いのは腕っくしではなく魔力由来なのか。キャーナワで縛られてピンチだ。お、鉄のカセを引きちぎるやつをロープで縛って何の拘束になるというのだ。止まるんじゃねえぞ。いきなり攻撃しそうなのはジル様の方と思ったら同時だった。お別れの時間だ。敵が素手で武器破壊は基本。斧を破壊するな。斧使いをやるには力不足だったな。人質取る必要あった。斧割れるなら頭蓋骨も割れるだろう。あまりにも武闘派すぎるわら。全部船爆破しといたからね。もうこいつ一人でいいじゃん。半分くらい真っ白だろこれ。神父、嘘だよな。あのクソ神父がいたか。そういやあのジジイ神父だったわ。このジジイだけ顔あると思ったらそういうことかよ。神父の方もちゃんと対処してた。神父が刃物で襲いかかるとは世も末だな。なんか一人で全部解決。やっぱりスピード感がすごい。部下殺されてさすがにかわいそう。黒幕のベイル公爵登場か。なんか出てきたぞ。グリーンドラゴン来た。いや人以外も襲ってくるの。ドラゴンはそれなりに脅威なのか。真正面から斧の刃をぶん殴って破壊できるんだ。シグレスを吐く前に殴り倒せそう。ここでようやくハディスさんのご登場。なぜ竜帝に竜ぶつけて勝てると思うのか。竜帝の名前は伊達ではなかったと。そりゃ竜帝には歯向かえんわ。ハディス、本当に竜の支配者だったわ。お前いつの間にそんなとこ登ったの。タルト出来上がったんですか。本編と温度差が違うエンディング。花パンありがとう。花パン。本編来た。みんな楽しみ。シーパート。おかしな転生よりもお菓子を作るアニメだ。心臓アニメの時間か。陛下、それが恋です。そういう流れだったのね。ということで竜帝陛下が出てきましたとさ。これはうまい。シーパートの作り方。角川め。かわいいだけじゃない、かっこいい。そんなロリ素晴らしいじゃない。北方師団を一瞬にして統率してしまう人心掌握力。アイドルになれますわ。
泥棒猫ちゃんファンクラブ結成も間近でしょう。金属の手錠壊したり壁破ったりゴリラにも程がある。ドラゴンが相手でも陛下の助け必要ないんじゃないか。脳筋で全ての影計りごとをねじ伏せていくのはテンポいいね。なんでこのモンスター主人公1話でピンチになってたんだっけ。傷が塞がらないって言ってたから、多分普段なら魔法ですぐ傷を塞ぐことができて、きっとカラメシで封印とか弱体化されるようなことをされたのだと想像。ストーリー自体は面白いけど、アニメ内や動きがそこはかとなくチープな雰囲気があるのがちょっと残念。やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中第3話視聴させていただきました。ほうほう、なるほど、このアニメが真の令和ドラゴンボールだったわけですね。いやマジで今のちっちゃくなった悟空といい勝負できるんじゃないってぐらい嫁が強すぎる剣。まあ船を投げれるんだから手錠や壁なんて当たり前かって冷静になったんですが、銃弾を受け止める絵面でもうダメでした。マジで強すぎる。もうここまで行くとの素手で壊すなんて慣れてきた感がありますが、その後すでに船を壊していたのもわろた。ちゃんと頭も回るから敵からしたら厄介なことこの上ないな。この令嬢、即席で部下をまとめることもできるし、真の話術師はこいつだろという感じで、ジルのパワーゴリラぶりとカリスマ軍神ぶりが最高に面白かった回でした。今回で地味に数ある闇落ちポイントも回避した流れなんでしょうか。まあここまでしてくれたら冷静な判断下せるロリコンも闇落ちルートいかないわな。そんなハリスさんは竜帝という肩書きにたがわぬ実力の持ち主っぽい。ここで陛下が来ないと地味に苦戦してたのかね。ジルならこの竜も倒しそうなもんだが、あとこのドラドラは飛び回ってるだけで別に強くはないのか。ガヤ飛ばすだけ飛ばして帰るのはワロタという感じで、これは暴力が全てを解決する様を楽しむアニメなんだなって思うと、さらに面白さがアップしたような気がします。押村くというか、不安なのは作画かな。素人目から見ても1話2話の美麗作画から明らかにパワーダウンしているんですよね。というのもアニメ制作の JC スタッフは今期9本という前代未聞の掛け持ちをやってるからね。このアニメにしわ寄せが来るとも限らない。今はまだ十分9大点だけど、こういう兆しを見せられるとね、めっちゃ不安ですわ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。